この他の鉄道、新幹線はおおむね平常通りを運行しています。日に当たってるね。今日は明け方、地震でした。地震の時にはもうすでに4時くらいから起きていてですね、ピクミンの用意をしているところで、トイレの中でやっていたらトイレの中で揺れを感じました。気象庁は今後の地震活動に注意するよう呼びかけています。テレビも地震の情報です。千葉のあれは立山とかあっちの、先っぽの方ですよね。木更津って書いてあるね。ということで、地図上で見ると神奈川県が近いのね。距離的には東京よりちょっと遠いぐらいで、割と近かったので震度3ということだそうです。ジャン君は怖がっておりました。ぽっちゃん、さあ今日もずっと君たち寝てたけど、今2時ですね。お昼を過ぎた頃に起き出してきました。遊ぶのかな、遊びたいのかな。ぽんちゃん、お腹空いたのかな。水を飲んでいます。まずは喉が渇いたのね。ジャン君はどうですか。